こんにちは。今日は、前回前々回に引き続き微分のお話です。増減表のお話です。ただ増減表といっても今日の増減表は、見ての通り数三ですね。数三、まあね、今更理系の人にねこんなことを言ってもね、もう普通にやってるんじゃないかと思うんですけども、もしかしたら前回話したY' の符号を調べるときにね、 X の値をいちいち代入したりしている人がもしかしたらいるかもしれない、ね、数2のときにそうやって教わった人はずっとそういうことをやっているのかもしれないということで、ちょっとね、やはり増減表の符号に関してはグラフを使うのが一番なんですよ、ね、グラフを使うのがね。はい、早速やってみましょうか。流れとしてはもう本当に微分してその符号を調べて増減をまあ確定させると、そういうことですね。はい、行きましょう。はい、まず y' この最初の問題、 x2 乗かける e のマイナス 2x 乗、ね、指数の微分出てきますね。はい、積の微分です。 y' まず左側微分しましょう。 2x、 そしてそれこれはそのままで足す。今度はこちら側をそのままにしてこっちを微分しますね。というふうにね、このマイナス2がどういうことか分かりますね。マイナス 2x を微分したものですね。ということで、まあ、これは、これを整理すると 2x で、そして両方とも e のこれがね指数が共通ですから、ね、はい、2x、 そしてマイナス 2x2 乗で e のマイナス 2x。 まあちょっとこれじゃあまりにもなんか中途半端なんで、まあ、マイナス 2x でくくっちゃいましょう。マイナス 2x でくくると x マイナス1と、こんな感じですね。ここまでいいですか。微分、まず微分の計算。だから数2と数3は何が違うかというと、計算の種類が増えるだけです、ね、計算の種類がいろんな関数、指数、対数、三角関数の微分が入ってくるだけで、まあ、もちろん分数、こちらの分数なんかの微分も入ってきますけども、まあ、要するに計算の方がちょっと複雑になってくるというのが数三のお話ですよ、ね、だから計算練習しっかりやってください、ね、計算練習しないと数三ものになりませんからね。さあ、そして、よって y の増減はと、教科書とかには前回も言ったんですけど、前回も話をしたんですけども、必ず書いてあるんですよね。y' イコール0の時って、ね、x イコール0、x イコール1。こんなこと必ず書いてあるんですよ。いらないです、もう本当はっきり言って。見れば分かりますから。必要ないです。で、増減表早速作りますが、まあ、こんな感じですね。さて、結局0と1を書けばいいわけだから、まあ、ここに0と1を書いちゃいましょうか。おっと、もう少し長くしとかなくちゃいけないね。xy'y いいかな。さあ、そうすると、ここでさあ符号なんですよ。あ、とりあえず書いちゃおうか。こんなふうにね、問題集の回答なんか見ても、増加じゃない、増減です。何書いてるんだ。増減ですね、これね。増加じゃないですよね。増減、教科書、あ、問題集か。問題集の回答を見ても教科書の回答を見ても突然この表が出てきて、しかもプラスマイナス最初からも書いてあるわけですよ、ね、だからもうこのプラスマイナスの求め方をちゃんと知らない人っていうのはこれ増減表作れないんですよ ね。で、ちなみに x が0の時に当然 y は0です。で、x が1の時、x が1の時は e のマイナス2乗だから e の2乗分の1か。ね、この辺、この程度だと暗算でもできるね。さあ、さて問題は、ここの符号なんですが、さっきも言ったように、ね、さっきも言ったように、x が負の時、さあ代入しよう、マイナス1を代入しようとか、x が2分の1とかを代入してみようとかね。1より大きい2を代入してみようとか、そんなことやるんじゃないんです。そんなことやってちゃダメなんです。いきます、こういきましょう。はい、まずここ指数っていうのはもうプラスです。これ確定です。常に正の数です。だからここ無視して
ね、こういう明らかにプラスになるところっていうのは無視していいです、ね、で大事なのはここですよ。この部分で符号が決まるわけですから、ね、これのグラフを書けばいいです。このグラフを、ここのグラフをひょいっと書いてやる、ね、さあどんなグラフになるかというと、これ二次関数ですからね、こうですね、ね、0と1で交わる、 X 軸があって0と1で交わる放物線ということは、この放物線見てもらえばマイナスプラスマイナスっていうことが一目瞭然です、ね、でそれをここにシュッと持ってきてやればいいわけですよ、ね、だから数2の時にきちんとこういう考え方をしていた人であれば、数3に入っても別に悩むところなく、あ、ここは正の数だから気にしなくていいな、あ、この二次関数の符号の変化を調べればいいんだな、とそういうことに気づくわけですよ、ね、まあ、以下省略ということで、ね、表のプラスマイナスが分かればいいですから、今日の話はね。でいきますよ、次の問題で、これちょっと一つ気をつけなくちゃいけないのが、ここの分母は0になってはいけないので、結局定義域をまず一言書きましょうね。定義域、こういうふうに2を除くと、定義域は2以外の全ての実数であると、そういうふうにまず書いておきましょうね。さあ、そして微分いきます。 y' 微分したら1です、ね、でそしてここを微分するときに、まあこれはね、どうかな、もうすぐ書いてていいのかな、これすぐできるかな、こういうのが大丈夫かな、まあ、ちょっともう微分の計算は任せましょう、ね、さあ、そして通分します。当然のようにまあ通分します。でこっからなんですけど、まあこれもね、展開してやってもいいんですけど、結局2乗、これたま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 ですけどね、2乗引く、これ2の2乗です、2乗引く、これ2の2乗だからね、2乗引く2乗の形になってるんで、足してみてくださいね。和と差の積です。和と差の積ということで、足せばこれ2の2乗と思ってくださいよ。2の2乗だから x 引く2足す2で x になって、で x 引く2引く2でx-4 が、ね、こういうところの因数分解も2乗引く2乗の形に気づいたら、さっさと和と差の積で、ね、展開なんかするよりも早いですから ね、まあ、それから暗算間違えないよね、ということになります。さあ、そして y の、y の増減はと続くわけですけど、ね、さあ、さっきの定義域もちょっと気をつけてください。いいですか？ここに0と2が出てきます。あ、0と4出てきますね。それから2を除くだから、まあ、ここに0で。そして2を除くで、その2も書かなくちゃいけない。ね。で、そして4をここに書いておいて、そのまま続けていくと。で、そして、まあ、ここに枠を作っておけば、とりあえず、0と4で、ちょうど00、あ、これ書いとかないかな、ね、ここはね、ないんですよ、ここが、ね、x が2の時 y は定義できません。 2-2 で分母が0になってしまいます。だからこれありません、ね、で同関数の方も x が2だとやっぱ分母が0になっちゃうから、これもありません、ね、ということで、まあ、ここに斜線が入るタイプです、ね、さて符号なんですけども、もう分かったでしょね、分母見てください。分母、これプラス確定です。プラス確定です。はい、無視してください。ね、じゃあどこを見ればいいかというと、ここを見ればいいんです。さあ、そのグラフを書いてみよう。ね、そのグラフはというと、放物線ですよね。0と4。ね、普通の下に凸な放物線。ということは、プラス。マイナスプラス、ね、いいですか。0と4の間でマイナスだから、ここ0と4の間でマイナス、ね、ここ両方マイナスですからね。でプラスマイナスプラスということで、とにかくグラフを使うということ、グラフを使うというところが大事なんですよ、ね、でもちろん増加
減少、減少増加です、ね、符号あくまでも符号を見て減少減少、前回も言ったんですけどね、ここを先に計算してる人がいるんですよね。ここを先に、実はこれマイナス2でここが6なんですけど、ね、いいですか、マイナス2で6なんですよ、ね、でこれを見て、あ、マイナス2と6だからこれ増えてるわ、あ、増加増加とかってね、下の矢印を勝手に先に書いちゃう人がおるんです。計算した結果だけを見て、あ、増えてるから増加だ増加だ、あ、じゃあプラスだなって逆にやっちゃう人がいるんですよ。もうとんでもない話ですから、もう絶対にやめてください。もうそういう人は理系とは言えませんね。何も分からずにそんなことをやっちゃダメだと、ね、だからグラフを見てその Y' の符号を確認する、あ、まあその符号を確定するということで、これ数2の前回の数2の時の増減表の作り方もそういうふうに私説明したんですけども、はい、これも以下省略とね、以下省略ね、省略省略させてください。今日はこの Y' の符号のところの話ですからね。さあ次行ってみようか。まあいろんなのがあるんですよ。とにかくさっきも言ったように、数3になると指数も出てくる、対数も出てくる、三角関数も出てくる。さあこういう複雑になってきた時にきちんと符号の判定ができるかどうか、これはもう基礎力ですよ。基礎力ね。さあいきますよ。まずこれログですから進数条件、そして分母が0ではないということで、ね、定義域は、進数条件がありますから0より大きいと、こういうのがあります、ね、さあ微分なんですけども、微分です、はい、上を微分して x 分の1、下そのまま、引く上そのまま、下微分で 2x で分母は2乗4乗になるな。でそうするとここが、x-2x ログ x で x の4乗ということで、 x 約分で1つ消えますから x の3乗分の1引く2ログ x です。いいですか。さあこの場合どうでしょう。この場合もう微分して、これはもう因数分解も何もできませんからね。さあここなんですよ。はい、進数条件です。 x は正ですから、はい、これプラス確定です、ね、プラス確定ということはここはもう無視してください、ね、正の数なことは明らかです。でじゃあ何するかっていうと、ここですよね。ここがどういう符号になるのかってことを調べるんです。そこで、先ほどだったら、まあ、二次関数だから放物線、二次関数だったから放物線、今度はログのグラフです。ログのグラフを書くんです、ね、これが書けるかどうかなんかな、これ書けるかどうか、こういう感じですね。ログですよ。ログってのは基本上がるか下がるかどっちかですからね。ログってのはで、これマイナスがついてますから下がるタイプです。もうさっさと書きましょう。こんな風に書いちゃいましょう。下がるだけなんです。もうこれが分かればいいです。であとはこの交点ですよね。だから0になるとき、1引く2ログ x が0、ログ x が2分の1ということは、 x は e の2分の1乗イコールルート e、 ここにルート e が来るわけだね。ルート e、 そして符号はここプラスですよね。でここがマイナスです。ということで増減表は、こんな感じかな。この辺書けばいいかな。0、まず x が0より大きいという定義域があるから0より大きい。でそしてルート e が出てきて、まあこんな感じですよ。でそして y' と y、 だから0になるのはここだけですから、こう0、あとはプラスマイナスということで増加減少と、ね、よろしいでしょうか。はい、まあ以下省略、あ、ここの値も自分で計算してね。そんな感じで、さて最後ちょっとこれ強敵ですよ。これはなかなか強敵ですよ。これがきちんとできればもう実力十分だと言ってもいいと思います、ね、微分しましょう。まずは Y' 2コサイン X で
で、コサインを微分するとマイナスサインになりますから、サインの 2x でかけ 2x 微分して2が出てくると。ということで、2コサイン x マイナス、これサイン 2x が2サインコサインだから4サイン x コサイン x。 はい、これもくくりましょう。こうですね、こうですね、いいですか。さあ、で増減表を作るんですけど、まずy ダッシュが0になるところを探しましょう、ね、これはコサイン x が0の時、ね、これ円を描けばすぐ分かります。コサイン x が0といえばこことここですよ ね。あ、ちょっとこの線 赤で太く描いとこう、ね、こことここでコサインが0。さあ、これはサイン x は2分の1と考えるからここですね、こことここです、ね、この2つ、まあ6分の π と6分の 5π なんですけど、まあ、こういうことを図をさっと書いて確かめていけば、まあ、そんなに時間のかかる話でもないです。ちょっといっぱいになりそう。はい、0、はい、6分の π、ね、で次が2分の π、次6分の 5π、 次は2分の 3π、 おっと、で最後に、お、綺麗に収まったぞ、ね、2π でおしまい。こんな感じで、あとは順番に0000書いていけばいいね。00004つ、この4箇所で0になります。いいですか。あの、ここ書いちゃダメだよ。ここゼロじゃないからね。さあ、問題は符号なんだよ。符号なんですよ、この符号。で、さっきからグラフの話ばっかりしてるんですけど、これもグラフを使う方法があります。ちょっとグラフ使う方法を書いてみようか。ちょっとこれね、ちょっと手間がかかるからね、どうなんかな。1、2、3、4。これ一応 2π にしとこうかな。いきますよ。まずコサインのグラフ書いてみてください。コサインのグラフってここから、こんな感じ、こういう感じで、あ、間違えたな。あー、違う、こんなに周期短くない、さっきの点を、せっかく点を打ったのに、ね、間違えちゃいけんわな。シュッシュッシュ、訂正させていただきます。ここでしたね。で、それがこう来て、あ、ここはここか。こう来て、で、ここにこうな感じで、ここに戻ってくると。ここ、まあ、要するに、これ2分の π。これ2分の π ね。で、2分の 3π ね。いいですね。だから、ここにまず線入れておきます。線を入れておきます。この線を境にして、プラス、マイナス、プラスです。でもう一つあるんですけど、もう一つなんですけどね、このグラフ書けますか。このグラフ 1-2 サイン、 1-2 サイン、やっぱりこの辺で実力が出ますね。ね、-2sinx はこういうふうにスタートするね。こんな感じでスタートする。これがマイナスのついたサインのグラフ、それが1上がります。だからここから振幅2でこんなふうに、で、ここで交わって、で、ここまで上がってくるな。で、そしてこう来ると、ここで、これでちょうど1周期分です、ね、で、この交点が6分の π と、ここが6分の 5π か、さっき求めたこの2つですよ、ね、で、そうするとここにまた改めて0になるところ、ね、0になるところをこうやって線を、縦の線を入れてやります。この2箇所しかないですからね。で、さあ見てみよう。だからこの最初のこの部分が横軸に対して x 軸に対して2つのグラフが共に上にありますから、プラスかけプラスでプラス、ここね、次ここです。プラス、こっちマイナスです。かけたらマイナスで掛け算ですからね。
で、そして次この間、この間が両方とも軸の下でマイナスですから、マイナスかけマイナスでプラスっていう感じか。で、あとはこのこの間はマイナスとプラスだからマイナス。で、最後プラスね、x 軸よりも上上プラスプラスでプラスというふうにグラフを使う方法があるんですが、実はね、領域を使うと簡単なんですよ。領域、さっきここに単位円書きました。単位円書いたんです。実はね、ここ見てください。10っていう点がありますね。10、いいですか。コサイン x が1の時、サイン x は0です。10、これが1の時、これ0です。1だったら0、掛け算してごらん。1×1 プラスですよね。つまりこの領域はプラスの領域なんですよ。プラスの領域、この2つの線を境にして、これが境界線です。この境界線を境にしてプラスの領域、当然領域って変わり番号に符号変わりますから、マイナスプラスマイナスということで、ここプラスマイナスプラスマイナス、ね、一箇所見つかれ、一箇所分かればいいですからね。10が一番簡単です。一箇所ね、コサイン x がコサインが1の時、サインは0と、これを代入してみて、で、まあ、代入はあまり良くないよって言ったけど、全然意味が違いますからね。これはね、この領域を使うことで、はい、いきます。0から6分の π でプラスですね。プラスの領域です。で、次の領域マイナスです。で、ここプラスです。で、さらにマイナスになって、またここがプラスで終了と。どうですか、この領域を使う方法っていうのがね、とても有効なんですよ。またこの領域を使うやつに関してはもう一回ね、ちょっと動画上げようと思ってるんですけど、この領域を使ってプラスマイナスの符号を判定するという、はい、当然あとは増加減少、増加減少、増加ね、ということが分かります。まあ、細かい値は各自でね、自分で計算してみてください、ね、グラフを使う方法、もう本当に基本中の基本なんですけども、若干ちょっと面倒ですね。2つのグラフを書かなくちゃいけない。で、しかもその符号を調べて、プラス書きプラスでプラス、ね、プラス書きマイナスだからマイナスとかね、まあ、こういうのも結構大事なんですけど、まあ、この場合は領域が一番簡単に処理できると思います、ね、以上4問符号の判定に絞って解説しましたけども、どうでしょうか。いつもね、こんな角度を代入してプラスマイナスを考えてた人は絶対にそんなことやめてください、ね、そういうのはもうやめて、こういうふうにグラフとかいろいろな応用をして、道具を利用して符号の判定をしてみてください、ね、はい、じゃあ今日もこの辺で終わりにしましょう。すみっ。